はい、アロです。モズガンです。はい、今日はですね、久々のクマタカですね。はい、久々ですね、遠征。もう最近山セミですら全然来てなかったんで、はい、ちょっとね、ワクワクしますね。やっぱり遠征はいいもんですね。はい、やっぱ行ってるね、こう、まあ道中もね、やっぱこう時間かけていくんでね。はい、やっぱりね、こういろんなことをこう考え持ってね、こう、やっぱこうワクワクしていくんで。いやー、楽しみですね。はい、ということで、今日はね、熊高を狙っていきたいと思います。はい、で、機材の方は、久々の Z9 ですね。はい、で、レンズも、これまた久々の、F64。はい、それに 1.4 のテレコンをつけてですね、今日はね、やっていこうなと思っております。で、別で一応ね、Z8 と863も持ってきてるんで、もし、まあ何かね、使えるタイミングがあったら、まあこっちもね、ちょっとまあ一緒に使っていこうかなと。はい。いう感じでね、今日もまあ楽しんでいきたいと思います。いやー、楽しみやねー、これは。ちょっとね、まあ出てくれるかどうかっていうのはね、もういつも言ってるように、まあ自然のもんなんで、それはもう保証できないんでね、まあ出てくれたらいいなと。はい、いう感じでね、行ってきたいと思います。はい、それでは、行ってきまーす。
はい、ということで行ってきました。いやよかったですね。はい、最近ね、熊田感悪かったからちょっとね、どうなることかと思ってたんですけど、いや出てくれましたね。しかもね、なかなかええところ飛んでくれました。はい、でまあ、強いて言うと結構ね、出てくれるのがまあ、ちょっと遅めやったんで、光線がねだいぶきつくて、写真的にどうかなっていう部分はあるんですけど、それでもね、正直、満足です。はい。もうね、これぐらいの位置飛んでくれたらね、もうね、ほんまにね、光線がきつかろうが、光がなかろうがね。はい。もうね、僕はもう満足ですね。はい。まあ、そんな感じでね、最初ね、到着して、1時間たたん間ぐらいに、お、一瞬出たって思った時があったんですよ。でね、ファインダー覗いて撮ってみると、なんかちょっとちゃうなって思ったら、ハチクマあったんですよね。はい。うわ、ハチクマかと思って、しかもね、結構高いところ飛んどったんですよ。なかなか上飛んどって、まあもうちょっとね、下の方飛んでくれへんかなとか、やっぱりクマタカがええなとかね、思いながらまあ、撮ってたんですけど、結局ね、やり出してから4時間後に、クマタカが、はい。ふうにね、こう、ポーンとこう出てきてくれまして。なんとかね、見逃さずに、撮ることがね、できたんでね。もう、ほんまにね、満足です。いやー、よかったな。はい。んで、まあ、最終的に、合計で6時間、まあ、行ってたんですけど、まあ、その1回だけで、まあ、1回っていうんか、2回っていうか、3回っていうか、わからないですけど、もう結構ね、短いスパンでね、こう、ポンポンポンって出てたんで、まあ、森の王者ですからね、森の中入って、また5分後にポンって出てきてみたいなのがあるんで、どれをちょっと1回って計算していいかわからないんですけど、まあ5分おきにね、2回3回出たら、もうそれはそんで1回なんかなと思うんで、はい、一応ね、まあその、1回だけでした。はい、まあ、それでもね、ほんまにね、あれぐらいの位置を飛んでくれたんで、いやーよかったですね。いやー楽しかった。はい、まあそんな感じでね、楽しいね、今日はね、はい、熊田が撮影でございました。はい、で、結局機材のところは、F64 と 1.4 のテレコンと Z9 で、まずっと撮ってたんで、今回に関しては Z8 と863の出番はなく、はい、ずっとね、Z9 と F64 で撮ってました。はい、いやー、楽しかったな。めっちゃ楽しかった。はい、ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、それでは、お疲れ様でした。